最初リハーサルでちょっとやりました君がちょんちょん来るという歌をですね、これは今ちょうど立ってる方はその名のちょん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 君ながちょんちょんというのは何回も繰り返されます。君ながって皆さんご存知かどうかですが、琉球の島々に昔から、生息をしております。自然と人間の間で琉球の島々を守ってきた木の精霊、木島川であります。その木島川は一番でヤンバルの高いの上に今も田島の木の中に住んでいます。2番が木島川はとても力が強いのでオスプレイのヘリパッドをちゃん投げていって、ここに投げて高いの上を取り戻すためにということでちょん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 飛び跳ねながらやっていきます。来ます来ますって。3番が木島川が楽しい頼りにしている仲間はヤンバルクリナやノグシゲラで、あとシガン島とかシーサー、マジムン、そういう琉球の島でもね、魔除けとして今も生きているそういう人たちと一緒に琉球の島が頑張ろうということで、最後は寿司が来年木島川と友達になるとですね、ただで世界旅行ができます。何よりもトゥル旅ならば、東の旅、中国の旅も、アメリカの旅も、ただ見えますよ。というのが、ラグでやった後に、共通語で皆さんと一緒に歌いたいと思います。では、体を動かしながら、この寒さに負けないように、前座を務めてきますので、皆さんと一緒に、体を動かしたらいかがでしょうか。せーの。Thank you.
ありがとうございました。ということで、とても大会だった3時間いただいたというので、ただ時間が若干あるのでですね、皆さんご存知かというか、歌詞は分かんないんです。歌詞カード変えましたから。だけど泳ぎたい焼きの知ってる世代はかなり大勢いると思いますので、泳ぎたい焼きの替え歌バージョンをこれ歌ってですね、時間までちょっと行きたいと思います。それでは行きます。さあ、せーの、毎日は手拍子お願いします。夢の自然の命を変えるため、腕に行った舞台はたたたて、日本を掃除を取れるのさ、こっちにも今もあったものも、平和に立ち上がる赤花、自然の神社にも一致する、そしすぐと救急から立ち上げ、平和の心生まれてみてくる救い方、毎日毎日僕は海に出る、平和戦乱へのゴール、解放の俺を踏かけないで、埋め立て掃除を止めるのさ、こっちにもそばもあったものも、Oh, Steve.
まじまじ平和の光、輝かせミルクユー作ってきたな。ありがとうございました。頑張ってくれそう、すみません、泣かないで。10年前の今日、1月27日に原爆書を持って、それこそ沖縄の41市町村、オール沖縄の希望と勇気を持って、原爆書を持って東京にやってきました。沖縄のすべての民を集めた原爆書を安倍総理に渡した結果、10年経ちました。原爆書の内容は皆さんご承知の通りです。沖縄の民は切り捨てられて、辺野古新基地建設は弾圧をもって工事が進められております。その上に沖縄の島々が軍事要塞化され、ミサイルが配備され、戦場と想定された日米の軍事訓練が日々行われております。皆さん、再び沖縄を捨て石にしてはなりません。辺野古の新基地建設反対、断絶を求めて今オール沖縄が署名を展開しております。今日の発言を踏まえて、ここ東京の地から、国会のあるこの東京から、私たちが沖縄と連帯して足元から辺野古基地断念を求める署名運動を展開し、そして沖縄を戦場にするなという声を上げていこうじゃありませんか。皆さん、今日は雨で本当に大変な時ですが、集会になりますが、気持ちを熱く持って沖縄と連帯して、この集会を成功させていきましょう。それでは主催者挨拶を。亀井を辺野古埋め立て国会運営実行委員会の野村俊作さんからお願いしたいと思います。お願いします。皆さん、大変寒い中お集まりくださり、どうもありがとうございます。本日1月27日は歴史的な日です。ちょうど10年前の今日、沖縄県すべての41市町村の首長と議会議長、県議会議員が上京し、この日比谷野外音楽堂で集会を行い、金沢をデモしました。沖縄からこれだけ大規模な養成団が上京したのは前代未聞のことでした。翌日に首相に手渡した要請書を建白書と呼んだのも、沖縄代表団の並々ならぬ覚悟と、もうこれ以上譲歩はしないという強い意志を感じました。しかし、そのわずか数日後、安倍首相は沖縄を訪問し、あくまで辺野古に基地を建設する考えを示しました。予定通り基地を建設するということ以上に、私がショックだったのは、安倍首相が建白書を沖縄代表団から受け取ってわずか数日後に平然と沖縄を訪問したことです。オスプレイ廃棄撤回と普天間基地の閉鎖撤去、普天間基地の県内移設反対という建白書の要請内容を検討する素振りさえしなかったことに驚きました。沖縄の民意を背負って沖縄代表団が全身全霊を込めて手渡した建白書を安倍首相は一顧だにしませんでした。
その後、2019年2月24日、沖縄では辺野古新基地建設をめぐって県民投票が行われました。有権者の5割以上が投票し、そのうち7割を超える人が辺野古新基地建設に反対する意思を示しました。にもかかわらず日本政府はそれを無視しました。県民投票の結果について当時の岩屋防衛大臣は、沖縄には沖縄の民主主義があり、国には国の民主主義があると述べました。日本の総人口の 1% に過ぎない沖縄の民意は、新基地反対でも日本全国の世論は違うとでも言いたかったのでしょうか。日本全土の 0.6% の沖縄に在日米軍基地の7割を押し付けておいて、沖縄の民意を尊重できないのであれば、日本に民主主義があるとは言えません。沖縄では過去3回の県知事選においても新基地建設反対の候補者が当選しています。これまでは新基地建設容認派の候補者が辺野古を争点にしてこなかったのですが、昨年9月の知事選挙は辺野古が大きな争点の一つとして行われ、現職の玉城知事が圧勝しました。辺野古新基地建設反対という沖縄の民意は今も明らかです。沖縄では勝つ方法を諦めないことを合言葉に、3000日以上の非暴力の座り込み行動、会場での抗議行動で工事の進行を止めています。玉城知事は埋め立て承認の取り消し、埋め立て承認の撤回、さらに工事が技術的に不可能な軟弱地盤の改良工事を不承認にしました。裁判は政府に忖度した不当判決が続いていますが、その政府も大きな世論は無視できないはずです。今こそ私たちが立ち上がり、辺野古新基地建設に反対する日本全体の民意を示すべきだと思います。現在原発所の要請を実現するために活動を続けてきたオール沖縄会議が、辺野古新基地建設の断念を求める請願署名を呼びかけています。日本全体の民意を示すため、今日の集会を通してこの請願署名への協力を全国に呼びかけたいと思います。10年前の集会はオール沖縄会議主催で行われました。本日の集会は沖縄の呼びかけに呼応して日本本土の市民団体が主催して行ったものです。同じ1月27日に同じ日比谷野外音楽堂で集会を行い、同じ銀座をデモします。もう二度と沖縄の民主主義もあれば国には国の民主主義があるなどと政府の閣僚に言わせてはなりません。本日のプラカードは辺野古新基地建設断念という言葉と、沖縄の民意を日本の民意と書いてあります。沖縄の民意は日本の民意でもあるということを訴えていきましょう。共に頑張りましょう。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、沖縄からの訴えで小本裕二さんですけれども、忙しい中駆けつけてくださる感じた伊賀洋一代議員が聞いてています。一言ちょっとご挨拶をお願いしたいと思います。はい、さあ皆さんこんばんは。1227原爆所10周年日比谷野音集会に結集されている皆さん、本当にお疲れ様でございます。雪が降ると天気予報もされている中でですね、こういう寒い中で皆様がこのようにご参加いただいていることに心から感謝申し上げます。私は参議院沖縄の風の伊波洋一と申します。沖縄県選出の国会議員4名でプリズムの会を結成しておりまして、赤嶺政権議員や、あるいは赤嶺国王議員、そしてまた同じく沖縄の風の高田哲美議員ともども皆様方と連帯をしながら沖縄の問題の解決に向けて国会の場でしっかり取り組んでまいります。
今日このように10年の節目で、多くの皆さんにご参加をいただき、そしてまたあの10年前に銀座をデモしたようにデモを行進をして、私たちがしっかりと沖縄の民意を受け止めて頑張っているということをぜひ沖縄にも伝えていきたいと思いますし、今私の後にすぐ福本合同沖縄会議事務局長から現在取り組んでおります盛大署名活動の訴えをさせていただきますが、明日はまた沖縄で私たちが県民動画で集会を持って同様にデモ行進をする予定でございます。どうか皆様方の連帯を通して、今も目指している私たちの沖縄の県民の願い、合わせてまた新たな負担となります安保三文書が、私たちの沖縄をまさにミサイルの置き場となる、こういうような状況をみんなで打破してまいりましょう。ありがとうございます。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。お忙しいところありがとうございました。